皆さんはインダクティブバイブルスタディという聖書の学習法をご存知でしょうか。聖書のテキストを、見たときに自分でそこにある情報を客観的に自分が掘り出すというか、事実を、自分でなんか勝手に解釈しないで、聖書に書いてある通り、神が言われたい通りの意味を組み出すというか、それに適したその聖書の学び方ですね。日本語で機能的な聖書の学び方と言いますが、自分の中にある種の前提や主観を一切取り除き、純粋に聖書を読み、書かれている事実を引き出しながら神の伝えたいことを正確に学び応答するという方法です。これにより聖書がより分かりやすく確信を持って自分に入ってくるため、信仰が安定し生き生きと活力を得たものになるといいます。この方法を世界中に伝授する働きをしているダンフィン・フロック牧師は、かつてフィリピンで宣教していた際、現地の牧師たちが貧しさゆえ仲介書やスタディガイドなど聖書を学ぶためのリソースが買えず困っていたことに心を痛め、聖書さえあれば学ぶことができるこのインダクティブバイブルスタディを彼らに教え始めました。その後、第三世界をはじめ中近東アジアのイスラム諸国やロシア、アメリカ、オセアニアなど世界中40カ国以上で IBS を導き、各地で大きな成果を上げています。その具体的な方法とは、まず第一に観察、その本文が何を語っているかを注意深く読み、次にそれは何を意味しているのか解釈をします。その際、自分の経験や先入観、常識など主観的な思いは排除し、あくまで聖書を優先することが大事です。そして最後は自身への適用です。桜井氏が牧会するジーザスコミュニティでも、もちろんこの方法で聖書の学びを行っています。この日はエゼキエル書19章を学びました。まずはこの箇所をしっかりと観察します。いつ、どこのことか、誰が言っているのか、それはどういう人物か、何について語っているのか、なぜそうなったのかなど丁寧に読み解きます。 IBS は事実を引き出すために関連箇所や類似箇所、また同じ語句が他でも使われていたらその箇所など、さまざまなページに飛びながら大忙しですが、これがとても重要な確認作業です。聖書を自分の感覚や色眼鏡で読んでしまい、間違った神概念を持つことがないようにするためです。正しく観察できれば正しく解釈でき、そして正しく適用できるようになり、そうしてキリストに似たものへと変えられていくのです。この聖書の事実を引き出す学び方で学ぶと、よく全体の文脈が見えてくるの で、そうすると何か神に対する偏見っていうのが溶けてくるというか、逆に、旧約の神が怖いって人いるじゃないですか、よく新約の神と違うみたいな。いや、でもよく読んでると全く同じであって、例えば恵みっていう言葉とか憐れみという言葉とか、どういうふうに全体で使われているかっていうのを理解していくと、観察して、そうするとこの定義がもっともっと明らかになっていけば、他のところで読んだ時にもそれがさらにそこのテキストに光を与えて、テキストの意味合いがもっと明らかになってくる。IBS で聖書を学んでいるジーザスコミュニティの信徒さんたちは、この学び方で聖書を読むことの大切さと喜びを実感しています。観察をしっかりして、解釈がそうするとちゃんとした解釈になってきて、そうすると最後にその適用があるんですけど、その適用がしっかり当てはめられる、聖書が言っているように、キリストが言っているように当てはめられるので、やっぱその間違って適応しちゃうことってとかっていうのはやっぱ少なくて済むかなっていうふうに思うのは、すごいいいことだなってすごい思いますね。感情とか感覚というのは人それぞれ違うので、それによってその信仰のブレっていいますか、そういうのが生じてしまうと思うんですけれども、
でもまんべんなく聖書を読む、旧約聖書、新約聖書リンクしているところもたくさんあるので、その宝がたくさんその中にあるという、その宝探しをするというようなところですね。今まで気づかなかったこととか、あの逆に知っているようで知らなかったことを、そういうことを発見するというのがすごく、その何でしょう、信仰をもっと深めていくというか。この IBS を用いているグループや教会は国内でもすでにいくつもあります。海外で信仰を持ったクリスチャンのための団体 JCFN もその一つ。彼らの帰国準備、また帰国後の信仰のフォローアップに欠かせない側面は、自ら神に聞く姿勢です。一人一人が深く具体的に御言葉を学び、神からの語りかけに聞き従うための大切な方法として IBS を推進しています。そこで早速、木曜の夜、新宿で集まっているスモールグループにお邪魔しました。この日はダニエル書9章を読み、ブライアンさんのリードのもと、仲介書のコピーなども参考にしながら、よく観察し、解釈し、その後適用したことを個々に分かち合いました。彼らも IBS の恩恵に預かっています。まずその聖書で自分と個人の神様とのこう時間があるっていうのがすごい良くて、でその後に聖書をこうシェアする、その自分の感じたこととかをシェアする場がある中で、他の人がどう思ってるとか、他の人が見てるポイントが全然違ったりするので、すごいなんか興味深いというか、私はこの学びのスタイルがすごい好きです。ただなんか聖書の物語としてなんとなく読んでたところが、こう自分の時代背景でももちろん違うじゃないですか。その中でもやっぱり自分の生活に落とし込むっていうことがこうできるんだなっていうのは、なんか当たり前のことのはずなんですけど、なんか今まで気づかされてなかったなっていう。結構あのクロスレファレンスを使うのが好きで、この言葉どういう意味だろうって言って、その言葉でいろんな他の聖句を読んだりとかするのはやってるんですけど、やっぱり週の間忙しくてあっという間に時間過ぎちゃったりとかするから、そういう意味ではここに来ることでちょっと落ち着いて御言葉開けるなっていう実感はあります。さて、そのインダクティブバイブルスタディについて詳しく知ることのできるセミナーが5月6日と7日に開催されます。講師はもちろんダン・フィンフロック牧師です。聖書の読み方一つで神の心が分かり、御言葉を実践でき、生き生きとエキサイティングな信仰生活へと変えられる時となるでしょう。